2試合して今試合の感想をお願いします。優勝する気できたんでもっとやりたかったです。1回戦、木戸選手ですが、はい、はい、どのような試合でしたか、今振り返ってみると、振り返ってみて、試合前は強気にしてたんですけど、中で一番っていうぐらいやりにくいくせ者が来たなと思ってたんですけど、まあ、うまく当てられて何度か勝ててよかったです。2回戦は優也選手と激しい打ち合いになったと思うんですが、いかがでしたか。まあ、言い訳にならないんですけど、トーナメントのワンデートーナメントの戦で浴びた形で、結構木戸選手の1回戦のダメージがあって、まあ、みんなダメージはみんな当たり前なんですけど、まあ、今自分の精神の防衛のために1回戦のダメージと言い訳させていただきます。今ダメージとしてはやっぱり足、そうですね、ローキックですね、左足とあと一番の右のアキレス腱でちょっとパンチが踏ん張りなかったです。アキレス腱が結構、そうですね、多分蹴りカットされたので響いたと思います。じゃあ1回戦、木戸選手の攻撃で効いたものとか、なんか、ローキックですね。それと1ラウンド、ギリギリダウン取らなくてラッキーだったんですけど、ハイキック、右が左か分からなかったんですけど、あれ一瞬腰が落ちたんで危なかったです。で、2回戦は優也選手、やっぱりローキックにつきますね。まあ、優也選手といえば去年世界ベスト4ということなんですけれども、はい、実際戦ってみていかがでしたか。まあ、その言い方も悪いんですけど、僕はその前の先の行われたクラッシュで、優也選手のクラッシュでチャンピオンになってるんで、地位的には僕は上の気持ちで臨んだんで、そういった相手は世界レベルだとか、そういうふうな意識では挑んでないです。ではちょっと今後の抱負としては何ですか。そうですね、やっぱり月並みですけど、もっと練習してこの舞台でもっと活躍できるように戻ってきたいです。山本優也戦なんですけど、実際延長判定で負けたわけですけれど、はい、負けたっていう気持ちはありますか。客観的に見て何とも言えないですけど、まあ、振り返ってみて、まあ、確かに印象悪い時間帯が長かったのかなっていうふうに思いますね。自分のパンチとハイもどう思われるかっていうのは気持ちあったんですけど、こう、途中でローで崩れるところがあったと思うんですけど、あれはやっぱり効いてました。2回ぐらい もうすごい効いてましたね。ただローとか痛みとかでダウンとかすごいしたくないんで、最後に立って逆転する気でした。残念ながら負けてしまったんですけども、内容すごい年間ベストバーと言ってもいいような内容だったと思うんですけども、その自分の、K-1 デビューに対しては、どう思ってますか。そうですね、やっぱり K-1 ゴールの K-1 の舞台だったんですけど、やっぱりもう自分もプロで32戦してますから、特別な意識はしてないで、やっぱり今まで通り万全で臨むっていう点はドローリングでも一緒なんで、特にそういった思い出はそれほど思ったほどなかったです。激しい内容になりましたけども、はい、いい試合をしようと、意識があって臨んだ感じでしょうか。僕のスタイル的にそうなんですけど、いつも 100% 自分が勝てる方法を選択してるわけですので、結果その皆さんにいい試合だったとかベストバトルみたいに言われて、ちょっと負けたんですけど救われた気がします。では、今日のリベンジは、来年の日本トーナメントになるんでしょうか。そうですね、また呼んでいただけるように、練習欠かさずに進んで、もっと上のレベルできるようにまた帰ってきたいです。またこのリングでいい試合したいです。前日計量で不発だったブーメランパンツですけども、こちらのリベンジはいつなんでしょうか。あんだけ煽っといて本当申し訳なかったんですけど、自分の天然ぶりが出たというか、
ガチでやらせました。